状況をちょっと検診したというか、それでその前の手がちょっと情報なんだということだったんですね。そこまで音声が通りましたか。はい、あ、そうです。序盤はこう早めに動いていくかの記録を選んだんですけれども、ただこうその後また一旦こう局面が落ち着くような形になって、もう そこでどういうふうにちょっと方針が立てるかが、そうですね、かなり悩んだんですけれど、結局そうです、ちょっとよく分からなかったんですが、その辺りが非常に、そうですね、最も難しい将棋だったのかなと、はい、思います。続いて伊藤七段、対局お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。そうですね、まあ、序盤からこうあまり前例の少ない将棋になって、まあ、こう時間を使う展開になったんですけれども、そうですね、まあ、こちらの方が馬を下げて、まあ、自陣に、まあ、引いていく展開となったんですけど、まあ、ただそうですね、その馬が目標となってしまう展開になったので、まあ、そうですね、終始してしまわない将棋だったかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、今日たくさんの方に、はい、来てくださっているので、ファンの方にメッセージと、あと次局は栃木に場所が移りますけど、意気込みを伺いたいと思います。まず藤井をお願いします。はい、この本日は交番解説会の最後までの多くの方に来ていただきましてありがとうございました。そうですね、この交代というか、ここ2週間ぐらい空くことになるので、そうです、あの、まあ、そうですね、またいい状態で臨めるように、あの、こうしっかり調整していきたいと思います。本日はありがとうございました。終盤に至るまで、流れるような手順で、将棋の、内容が進んでいったのがすごく印象的です。私も本当に結構自分で見ただけで全然わからない将棋だったんですけども、本当に下八段の序盤の細かいところとか解説してくださったおかげで、なんか自分ももしかしたら角換わりさせるのかなっていう気持ちに今なってて、ただ終盤はやはり難しいですね。本当寄せが綺麗で、いやー、本当はすごいなという言葉で、はい、それだけですね。もう本当に見事な寄せでしたね。終盤の寄せの構図の作り方というのはやっぱり芸術的な点数があると思います。いや、本当一日、まあ、賞金も楽しかったです。解説もありがとうございました。
ありがとうございました。皆様も長時間ありがとうございました。ご登壇ください。